新寺の池の中央にある落樹亭目立から新寺の池町洋閣500円は福島県藍津若松市にある日本庭園である藍津松平市庭園として国の名称に指定されている。500円の起こりは室町時代に冷戦の湧き出したこの地に影響4年芦名森久が別荘を建てたのが始まりと言われている。その後の江戸時代の漢文10年。 アイズハ二代藩主星名成形が領民を薬病から救うために園内に薬草園を作り、三代藩主松平正方が上京年間に朝鮮人参を試食し、その栽培を民間に広く奨励したことから、それが名前の由来となっている。現在の庭園は、元禄九年松平正方がその匠の目黒清司定を招き、 小堀演州の流れを組んだ本格的な大名型、山水庭園に大改造したもの。園内の落樹亭やご茶屋御殿の建物は、母親戦争時に新政府軍の傷病者の診療所とされたため、戦火を免れた。昭和7年10月19日に、江戸時代の代表的な大名型山水庭園として、優秀なものとして、国の名称に指定された。 昭和54年6月25日には、900円後、池もい取り入り口などが追加指定された。敷地面積は約1.7ヘクタール。中央に新寺の池を廃し、その中央に亀島と落樹亭を置き、池辺には匠に石を廃し、池への流水路として目抱き、尾抱きを置く。園内に多くの揉み、杉、松の大樹老木を配置し、キャラ僕、 御葉松の古木を転職し、海遊園路を設けた東側の背破山の連山を背景とした借景地線海遊式庭園である。新寺の池西側にはご茶屋御店があり、茶会などに利用されている。庭園北側には、半世時代の薬草栽培地跡を利用した薬用植物標本園があり、藍津山薬草、約200種を含め約400種の薬草が栽培されている。 庭園北西側には旧代藩主、松平片森の孫にあたる秩父の宮妃、節子ゆかりの建物、徴用閣が移築されている。以前は、会津松平家の所有であったが、平成3年3月、文化庁の国庫補助事業により、松平家から会津若松氏が譲り受け、現在は会津若松氏の所有となっている。団体は30名以上。 障害者手帳提示者は無料。JR 藍津若松駅前から街中周遊バス、カ、はい、から3で500円下車。ありがとうございます。